ブにあります。直行便は毎日運行。さあ今すぐナブーへ出発しましょう。Yeah.
Look at this. What an honor. I am recycling. A mighty mutt. Been in with us. Steel sea bag. Up from here. Music boy.我是
手にというんですが、あっちも手を振ってみましょうかね。三田区へお足。彼らの家はティーティーと言って、バッファローの群れを持っている。耳ぐらいで済んでよかったよ。どういう意味？あ、ほら、羽の先まで真っ青にされてた。Yeah.
会話無用です。ありがとうございますキャプテン。この川のことだったら浅瀬や障害物の場所、どこが湾曲していて何を目印に進む、それは多分作り話だろう。いずれにしても皆さん、あの火事は開拓地で暮らす人々が乗り越えなくてはならない数多くの苦難の一つにすぎません。キャプテン、陰にインディアンの偵察隊を発見しました。その先にはインディアンの部族がいるようだな。彼らの姿が見られるなんてついてますね。彼らのような部族は一箇所に長くとどまっていることは滅多にありません。取引が少なくなったり動物があまり取れなくなるとすぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだったかな。煙突から煙を吹き上げるところから火のカヌーと呼んでいます。キャプテン、水面の様子から判断するとどうやら水深が変化したようです。レッツマン、水深を報告せよ。マフリー、マフリー、ボルダスリー、ハッフェル、ハッフェル。皆さんは今の声が一体どんな意味なのか不思議。マーク・トウェインという彼のペンネームは川の深さを測る言葉だったんですね。ところで皆さん、私たち船乗りは川に住む不思議な生き物にまつわる名人だとかそういったものを何でも信じ込んでいると思われていましてね。船乗りというものはついつい大げさな話をしてしまう勝負のようですからね。マーク・トウェインがいい例です。まあ私はそれほど迷信を信じる方ではありませんが、確かこの辺りで愛想のいい動物。
くの動きやる曲お願いします。